ステファン・ネマニッチはセルビア王国の王。ステファン初代大官王の名で知られる。公式にセルビア王として認められた最初の人物であり、セルビアの王国への昇格とセルビア正教会を設立した弟の聖サバの支援の功績により長期にわたって存続したネマニッチ朝の歴代君主の中でも重要な君主の一人に数えられる。ラシカ公 ステファン・ネマニアとアナスタシアの第二子として生まれる。ステファン・ネマニッチには二人の兄弟がおり、父・ネマニアの後継者である長兄の武漢は、ゼタと近隣の州を統治し、マッテーのラストコワフムを統治していた。1186年、ビザンツ帝国の皇帝イサキオス2世の政策により、ネマニッチと、ビザンツ皇帝アレクシウス3世アンゲロスの末娘、 エウドキア・アンジェリナとの間に婚姻が成立した。ニカイア帝国の歴史家、ニケタスコニアテスの記述によると、後にネマニッチとエウドキアは、不仲になり、1198年6月に、両者は離婚することになる。1191年に、ビザンツ帝国がセルビアにし、ビザンツ皇帝イサキオス・2世は和平を提案。先に結ばれた、ネマニッチとイサキオス・2世の命。 エウドキア・アンジェリナの婚姻のため、和平が成立した。また、ネマニッチにはビザンツよりセバストクラトルの称号が与えられる。セルビア聖教会の設立者である聖サバと、聖シメオンステファン・ネマニッチの兄武官1195年に作成されたコトルの聖ルカ教会の碑文には、ネマニッチの兄カ官がドゥクリャ、ダルマチア、トラブニア、トプリツァ王の称号を有していたことが記されている。 ネマニャはビザンツの王女を妻としていた自死のネマニッチが後継者にふさわしいと考えていたが、このネマニャの意図に対して、武漢は自身が有していたドゥクリャオイを強調することで反対の意を示していたと思われる。1196年3月25日、ネマニャはラスに進化を召集し、自死のネマニッチを後継者に指名して大位を宣言し、ネマニッチに すべての領地を譲り渡した。修道士となり、シメオンと名を改めたネマニャは、ステュデニツァ修道院に陰性し、またネマニッチの母アナスタシアも、二層として出家した。シメオンは、サバに名前を改めたバッシュのラストコの弾丸を受けて、アトス山に移り、サバと共にバドペリ修道院に居住した。1199年にシメオンとサバは、アトス山に、 ヒランダル修道院を設立。ヒランダル修道院は、セルビアの精神文化の中心地となった。同年2月13日にシメオンは成去する。このネマニアの宣言は、従来のセルビアの長子相続の伝統に反するもので、あり、ブカンは、自らの大いの継承を主張し、ネマニッチの即位を簡単には受け入れなかった。ネマニアの存命中、ブカンは、ネマニッチの支配を認めていたが、 ネマニアが没すると、直ちに王位を求めて活動を始めた。武漢は、ハンガリー王イムレ一世に対して援助を求め、1202年に、ハンガリー軍が武漢への援軍として派遣される。武漢に敗北したネマニッチは当時ハンガリーと交戦していたブルガリアに亡命し、代わって武漢がセルビア王位についた。 1202年から1203年にかけて作成された碑文には、武漢がセルビア全土、ゼタ、ニシャバ、港湾都市を支配する大ジュパンの称号を帯びていたことが記されている。武漢は支援の見返りとして、ハンガリーに侵入を誓い、教皇に大官と引き換えに、カトリックへの改修を約束した。しかし、ハンガリーの進化となった武漢は、ブルガリアと敵対することになり、 1203年にセルビアはブルガリア軍の攻撃を受け、二種をはじめとするセルビア領が陥落した。戦争の混乱は収まらず、武漢の回収宣言についても反対する声が上がる。中でネマニッチはセルビアに帰国した。1204年にネマニッチは武漢を打倒して、再び王位につき、敗れた武漢は自身の領地であるゼタに逃亡した。 1205年末から1206年初頭の冬、アトスさんのサバが、シメオンの普及隊を伴って、セルビアに帰国、ネマニッチと武漢の争いを仲裁し、両者の間には睦が成立した。サバと彼に従う聖職者たちに対して、ネマニッチはセルビアに残るよう要請し、要請を受け入れたサバは、セルビア正教会の聖職者と、セルビア国民の教育において、 多大な功績を残した。ステファン・ネマニア、ステファン・ネマニッチ両王,王在位中のセルビアの勢力図、ネマニッチと武漢の講和が成立した後、ブルガリアでは皇帝、カロヤンの死後に定位をめぐる争いが起きていたが、カロヤンの甥い、ボリルが、先帝の子アレクサンダルとイヴァン、ボリルのオいストレスを追放して定位についており、ストレスは、セルビアの宮廷に亡命した。ストレスを攻遇する。 ネマニッチに対してボリルは在家を送るとともにストレスの引き渡しを要求したがネマニッチは要求を拒絶した。さらにネマニッチはカロヤンの時代にブルガリアの支配下に入ったベオグラード、ブラニチェボ、ニシュ、プリズレンの引き渡しを要求しボリルは1208年のプロボディフの戦いで ラテン帝国に敗北を喫していたため、ストレスと彼の講演者であるセルビアに対して反撃に出られなかった。ネマニッチは、ストレスの信頼を得続けるために、彼を実の兄弟と同様に扱った。他方、フムを統治していたネマニッチのオジアンドリアに対して、フムの貴族は、アンドリアの兄弟ペタルを支配者として擁立して、反乱を起こした。ペタルによって追放された。 アンドリアはラスキアに逃れた後にネマニッチに保護を求め、ペタルは近隣のボスニア、クロアチア方面での戦闘で勝利を収めていた。ネマニッチは申請を行ってアンドリアを助け、ペタルを打ちまかして踏むトポポボ平原をアンドリアへ解放した。敗れたペタルはネレトバ川を渡り、1203年に一時的にハンガリーの支配下に入っていたネレトバ北西部の統治を続けた。 戦後ネマニッチは、息子のラドスラブを、フムの統治者とし、アンドリアには、フムの代わりに、ポポボとストンを含むフムの沿岸部を与え、ラドスラブの死後に、フムをアンドリアに譲渡する取り決めを交わした。ブカンは、セルビア王位を断念した後も、ゼタ王位に止まり続けるが1208年に対し、翌1209年頃に没死したと考えられている。ブカンの死後に、 ゼタオイを継いだこのジョルジェは、ネマニッチから独立を勝ち取るため、1208年頃に、ベネツィア共和国に対して、真珠を誓う。第4回十字軍の後、ベネツィアは、ダルマチア地方を勢力下に置こうとし、また、ラグーザを従属させることに成功していた。ジョルジェは、ベネツィアに対して、ベネツィアの名目上の属国であるアルバニアの、 アルバノン公国が反乱を起こした際に鎮圧に協力することを約束するが、この迷惑にはゼタとラスキアの対立が影響していたと思われる。一方、ネマニッチは1208年に娘のコムネナをアルバノン公国の君主ディミトリのもとに嫁がせ、セルビアとアルバノンの間に同盟関係を成立させる。しかし、エピロス先生公国の君主ミカエル一世。 コムネノス・ドゥーカスによって、アルバノン公国が支配するクルヤが占領され、敗れたディミトリは消息を絶つ。ディミトリの失脚後に残された領地は、未亡人となったコムネナが相続するが、コムネナはディミトリに次いで、クルヤの支配権を得た、アルバニア系ギリシャ人、グレゴリウスカモナスと再婚した。この婚姻により、セルビアとアルバニアの関係は強化され、セルビアによる、 アルバニア北西部の都市、スクタリへの攻撃は人生化した。クルヤに続いて、スクタリを征服した、ミカエル一世、コムネノスドゥーカスは、さらなる領土の拡張を試みたが、1214年から1215年にかけて、セルビア軍は、イピロスの侵攻を食い止め、ミカエル一世は、彼の従者によって暗殺された。 ミカエル一世の死後に後を継いだ弟のテオドロス一世は積極的な外交政策を展開するが方針を転換して兄の旧敵であったネマニッチと同盟を結んだ。そしてこの同盟に際し、ラドスラブとテオドロス一世の娘の間に婚姻が成立した。ネマニッチは1216年までにゼタを軍事力によって支配し王室の支配下に入ったゼタは ネマニッチの統治下に置かれることになる。1216年から長期にわたって、ゼタには特定の統治者が置かれることはなく、王い継承者に授与される特別な土地とされた。聖サバノのモカノン1217年、ローマ教皇ホノリウス3世との交渉が実って、王語を認められ、クラリエボの自作修道院において、ネマニッチは、サバから、全セルビアの王として退官された。その後サバは、 セルビア正教会設立の運動を開始するため、1217年にアトス山に帰還した。翌1219年にコンスタンティノープル総主教より、サバはセルビア正教会の大主教に任命された。同年に、サバにより、ローマ法に基づく民法と公会議の決定に基づく、教会法で構成された、セルビア初の憲法、聖サバのノモカノンが交付される。 この法律は発展途上のセルビアの法制度を成文化し、教会組織を統制するために作成されたものであった。ネマニッチの体幹とセルビア正教会の設立により、セルビアは政治、宗教双方での独立を達成した。憲法の交付後もサバはセルビアに泊まって、教育に力を注ぎ、他方で異端とされながらも政府から公認されていた。 ボゴミル派の信仰を禁止する会議を召集した。サバの指導下からセルビア各地に旅立った聖職者たちは、洗礼、結婚などの国民の生活において重要な役割を果たし、サバ自身も自らに課せられた宗教、社会的指導者としての義務を果たすために教育の旅を続行した。在中、ネマニッチはマグリッチを含む多数の城塞を建造した。 晩年にネマニッチは、シメオンと名前を、改めて修道生活を送り、陰性ごまもなく母子で、モラチャ修道院に埋葬された。父ネマニャと同様、ネマニッチも教会によって劣勢された。ありがとうございます。